願いします。ゼーゼー、川本くんどっちか、あれ、下落ちるの？はい、あれも全部やってて、よっしゃ、多分、こう、下向いたら多分ダメっす。下向いたら結構ダメだ。やっぱ、置かれてたら嫌だった。そうなっちゃうんで、これが一番嫌ですね。今やったけど、次は引かせたいの。こういうの、そう、こういうの、ちょっとしたら、左だけ上げといて。行こう。ちょっと変換になった。左が当たれば右に変えといて。左が当たれば気合入ってます。まあでもなんか、まあメインだろうがメインじゃなかろうが、ぶっ飛ばすって気持ちはずっとあったんで、ずっとマックスです気持ちは。次の試合やってやるってずっと思いながら、決まる前からやってたんで、やり残したことはいっぱいあるのに、こんなとこでこの怪我か。でもやっぱそういう時に斉藤さんだったりとか、上田さんとか大橋さんだとか、まあ後輩だとか、まあみんな練習仲間がなんか一緒に練習してくれたりとかして、であれで試合見て、次俺だなって本格的になんか気持ちも入ったし、復活っていうか怪我する前より進化した姿を見せれると思うんで、盛り上げるんで、バシッと KO するとこ見に来てください。よろしくお願いします。